ニュースさあ本日は2020年4月19日ということになっておりえっ、ー、とね小林ひかるちゃんピンククレスこの子のバースデーを祝った回にしたいと思っておりますえっ、ー、とぜひお付き合いいただければと思っております、えー、なぜかというとこれハローをハローしか聞いていない人ハローしか見ていないって人にも理解がしっかり深まるような内容シナリオ 珍しいことにしっかり組み立てておりますので、えっ、ー、とそれをお届けしながらっていうふうになると思うんで、非常にこの理解が深まる、興味ない人にも理解が深まるような感じになると思います。ぜひお付き合いいただければと思います。では本日もいつも通りですけど、3つのセクションに分けて進めていきたいと思っております。じゃあまず一つ目ね、いきなり言っちゃいましょうか。えっ、ー、とね、じゃあ彼女のピンク… クレスに入ったピンククレスとまあ最初は言うかどうかも分からなかった時期ですねという2016年これがまあどんな年だったのかここからいっちゃいましょうえっとね僕が最初にピンククレスというかミアとあと2人入るというのを見たのは2016年の8月のおそらく M ラインのミアのバースデイイベントだったと思いますね。でそこ でちょっと握手みたいなのもありみたいなさ、確かそんな感じだったような記憶なんですけど、ちょっと混ざってたらあれですけどね。多分ん一発目見てますよ。で、その時の前に菅井先生の映像見たかどうかっつったら、まあ見てたような気はするんだけど、すげえそれが印象に残ってるっていう感じじゃないですね。まあ、それは何ていうか理由はよくわかんないんですけど、でもそういう感じでした。で。 まあ、この年のボーノの武道館からピンククレスとして活動ということになったそんな、まあ、年表キャリアですよねそこになっておりますじゃあこの2016年これ実はハローにとっては非常に重要な年だったりするんで各グループがどんな感じだったかここから振り返ってみましょうまずキュートキュートはねこの年に解散を発表しておりますもう翌年解散だよということを8月に発表し それで「モーニング娘。」は「モーニング娘。1:5」の時点で鞘師里帆が、えー、大晦日に抜けておりましてここをおすすめもしたんですけど「続11人」という演劇女子部やってちょっと終わったからぐらいのタイミングですよね。まあ、その辺で,すで「アンジュルム」は次々続々がリリースされていて、えー、と事実上この年を最後に「アイアイ」の帯同というのがなくなるそんな年でした。じゃ オリジナルメンバー3期のアンジュルムとしてのアンジュルムみたいなメンバーがちゃんと活動したのはこの時が最後っていう感じですよね。で、えー、とジュースジュース、えー、とこれはもうドラマ武道館というところを年始に一応完走し成功かどうかというのはもう皆さんの感想に任せるところなんですけどもまあ一応しっかりやり W2O というライブハウスツアー ね、現実には225公演あったライバルツアーも沖縄で千秋楽を迎えそして待望の武道館もう感動的だったので忘れもしませんけどその武道館というところを達成するジュースジュースにとってはおそらくメンバーもファンも忘れられない年だったと思いますそれが2016年ですねでまだまだ続きましょう「しファクトリー」これはもう絶好調でしたえっ、ー、と「桜ナイトフィーバー」「ひなフェス」なんかでね もうお披露目というよりもあれは前年にグループみんなで歌って踊っていた緩賛バージョンからさらにアップテンポになりシングルとして出してるというようなもうそんな背景だったですよねで「拳」はまあ年末ファーストアルバムをリリースするんでもう拳に関してもこの年は文句なかったと思いますで「椿ファクトリー」もこの年の8月 小林香ちゃんが入る8月に、えー、と2期生と言っていいのかこれをオリジナルと言ってしまうのか人によって分かれますけども、まあ、後発の3人が入り現在の9人の形が整ったのが、まあ、この年の8月です、まあ、そしてあともう一つカントリーガールズでこれは稲葉真中が4月に休止し8月に、えー、とグループ卒業という形、まあ、そういうふうな、うん、年でした。 それで年末11月には嗣永桃子が、えー、芸能界引退を発表するという、まあ、こういうのが2016年だったんですよね。でイメージしやすいように小林光と同級生だったハローメンどんな感じだったかっていうのもちょっとご紹介していきたいと思っております。ちょっと前置き長いけどあのイメージちゃんとしていた方が伝わりやすいと思うんで引き続き聞いていってください。 えっとねまず 2000, 2000じゃねえや、1994年生まれ、だだだといきますね。4月2日に宮崎優香。4月4日に菅谷梨紗子で。4月12日、鈴木愛理。6月21日、岡市里。えっと、8月26日に、これ、宮崎里穂ちゃんってラブリーズね、の子ね,ね。ラブリーズの子ね、頑張ってるね。で、あと、11月の7日に飯久保春菜。12月の28日に前田優香。 まあ、スマイレージですよ、ね。前田優香。で、翌年、学年が一緒になります。翌年の95年の1月7日に佐藤綾乃、アプガ過去カですね。元ね。で、あと3月12日に福田香音ということですよ。で、これがいわゆる同期とはもう言わないでしょうね。同級生ですね。になります。でそんなジェネレーションで2016年に入ってくるわけですよ。ね、で、これ 聞いて何報を合んですかこの子ねファロー好きになった最初はオール・フォー・ワン・ワン・フォー・オール」を見ていて同じ年の子たちが活躍していると思ってなんかハローに興味持ち出したみたいなのついこの間のインターネットサイン会の映像で言ってるんですね。俺それ初めて知りました。なんか結構若いうちからハローには興味があった子なんですね。 それですごく長い間寝かしていたそれかもしかしたら勇気がなかったとか言い出せなかった違う夢が目標があった様々だと思いますね。その辺まではちょっと僕も詳しく調べてはいたんですけど理解まではしていないんですけどももし情報あったら教えてくださいいいつもすいませんそんな形で小林光というのはこの環境の中に飛び込んでくるというような言い方の方がいいのかもしれませんね。まあ、厳密に言うとハローでではないですけれども もう説明しなくてもいいと思いますがピンククレスというグループは夏焼みやびさん元ベリーズ工房この大ボスのいるグループでございまして二平、まあ、も非常にね歌の上手な子でえ魅力的なんですけど小林とはまあタイプが違うことによりちょうどいい絵面が作れるそんな感じでいい考えてもあんまり間違いないと思いますね。続続続き続きき続けていまましょう、まあ これで2つ目のセクションに入ります2つ目どんなことを話していこうかというと彼女が参加するピンクグレスの魅力についいてて触れていきましょうで僕曲で言う,と,うっと「コンフュージョン」とかル、まあ「ルーレット」っていうのがルーレット最近の曲ですからね特に「コンフュージョン」なんていうのは去年ハローの番組内でも CM も大量に流れてみんな知ってたと思うんですけどこの辺 みんんな好きだとは思うんですけど僕この「ルーレット」最新曲の「ルーレット」のカップリングのエゴイスティックっていう曲が好きなんですねでこの「エゴイスティック」にスポットを当ててハローの他の曲アレンジャーどうなんだあと僕が好きな曲の世界ってこうなんだみたいなところと小林光の役割こういった形に2つ目のセクションを説明していきたいと思いますいっちゃいましょうえー、っとね作詞が西野こんにゃくさんっていう方です で僕詳しくこの西野こんにゃくさんのこと知らなかったんですけどハローで分かりやすく言ったら「椿ファクトリー」の「意識高い乙女のジレンマ」この曲の作詞されている方ですね。で詞、まあの世界特に「可もなく不可もなく」と言ってはいけないんですけれどもーエゴイスティックの方はそっち派だったと思います。で「意識高い乙女のジレンマ」の方はなんというかうなれる詩の内容だったそんなイメージなんで。 この西野こんにゃくさんはこれからどういうふうに関わってくるかわかんないですけども注目だっていう感じですね。で作曲これ家原正樹さんとールーレンかおりさんっていう方でルーレンかおりさんの方はちょっと情報が全部引き出せなかったんですけど、えー、と家原正樹さんの方はねこれ編曲もされてるんですけども、えー、いろんな情報が出てきましてこれ面白いなと思ったんで解説していきます。 で、星部翔さんまでの仕掛けじゃないけどいろんな曲を思い出す系のセットを組むというか作曲に対してセットを組むって分かりにくいかもしれないですけど例えばで話しするとキーボーー、ボドシンセサイザー、まあ、いろんな言い方あります、えー。今の市販の楽器屋とかで売ってるキーボードにはある程度シーケンス機能みたいなのがついてて例えばドラムの音とかリズムだけですよねメトロノームみたいなのを発展版と覚えてもいいかもしれないです。 でその音が入っている中でこう曲を作りながらあ展開していくということ、まあ、僕も作曲する時は僕世代はそういうことやってたんです、まあ、パソコンでやってる今の世代のこと全然知らないもんで違ったらすいませんでもそんなような形でやってるんじゃないのかなってことが想像できる曲なんですね。 で、家原雅紀さんのこの作っていただいている「エゴイスティック、えーとね」特徴的なアレンジャーで言うと違う人で「ハロー」で例えるとこんな人っていうのをお話してきます例えばだと松井宏さんっていうアレンジャーの方がいてこれ超主なアレンジャーなんですけど僕これ大好きなんですねで「ハロー」もいい曲書いていて「ハロー」以外だと「東京女子流」をすごくたくさんやっていますで女子流で言うと超有名な「あの同じ気持ち」っていう曲 あ,あ,のあの感じですよねそれがこのエゴシティックにも採用されているんじゃないかというふうに思っていますで分かりやすく「ハローの曲でどんなことをやってるのが松井さんなのかとこれ松井さんの話をもうちょっと続けますからねえっ、ー、とベリーのミソロジーの愛のアルバム、えー、モーニング娘。笑顔イエスヌード B ポジティブあと音楽ガッタスの「なり始めた恋のベル」ジュースジュース生まれたてのベイビーラブ東京グライダーねこんな感じなんですよで 特に生まれたてのベイビーラブみたいな感じっていうのがあお好きな方はぜひおすすめで聴いてみてほしいっていうのもあります。でこの「エゴシティック」って曲自体は、まあ、サビのフレーズとかっていうのは「46億年ラブ」を聴いてみればまあ,あ国はそれかって分かる感じだと思うんですけどまあこれリンク貼っときますからエゴシティックの方は。で作詞児玉アメコさん作曲林田健二さん編曲鈴木俊介さんっていうのが「46億年ラブ」なんですが。 これをなぜ例に出したかというとこのエゴリスティック僕いろいろ聞いていて気になるところを調べていて一言で一言ですがというか一文で証明証明じゃねえや一文で表現するならば生まれたてのベイビーラブと46億年ラブを足して小林光のラップを輝かせられるようにした門正俊樹にアレンジさせた,たような曲なんですね。 この最後の多分、ス・松俊樹がわからないかもしれないんで、これもリンクに貼っときます。ス・松俊樹さんの僕好きな曲、スカイハイって曲があるんですけど、そういうなんか世界観にたどり着きそうな、なんか予想できるような、こういう曲で、まあ、それだから好きなんだよっていうことが、このね、結構僕最近まずいなと思ってるんですけどね、一曲集中して解析していくと、すっげえ時間使っちゃうんですよ。今日もこれだけで5、6時間使ってるんで。 やべえだって感じだけどまあでも音楽のこの探究は楽しいんでまあこの辺の興味持ってくれるんだったらもうちょっといろんなアーティストでも続けていこうと思ってますでまあまあそういう結論でしたでじゃあこの小林光こんなラップを光らせていくライブはどんな感じなんだというところ行きましょうまずライブにたどり着くまで僕小林光に対して思っていたのは あこの歌この人どうすんだろうと年齢もだいぶ何て言うのかな高めで入ってきてるじゃないですかそれで音楽的な教養みたいなものもあまり感じられないでリズムがじゃあ飛び出て抜けてるかといったらそんな感じでもないそう,いうふうに思ったのが2016年で、えー、これは事実ですですけれども彼女はね今見たら今見た方って分かると思うんですけど そん,なにそんな人だった出身とは来てますどんな感じだったかじゃあ振り返っていきましょうまず16年17年はそんなに話す上では取り立てたトピックというのは少ないと思いますが17年のアルバムですよねこのファーストアルバムの「クレッシェンド」っていうのがあるんですけどここのレコーディングの時とセカンドアルバムの「エトセトラ」これほぼほぼ1年のインターバルなんですよ。 ですけども小林ここでもう劇的に進化します。まず理由ここだけのセクションで理由を大きくこう2つにします。1つはリズム感を覚えます。2つは音自分が力まないで歌えるストライクゾーンっていうのを大枠なんですけど、まだ審判がボールっていうやつなんだけど、審判によっちゃ。まあ、これリトリーザでストライクって言ってやるか、みたいなゾーンには行くようになります。まあ、これが大きく2つだと思います。 で基礎の体力いろいろそういうところはあのまだまだ小林の場合はたどり着いてないのでそこの話は今回やめます。でこれができることになったおかげでレコーディングっていうところでは、えー、言葉を選ばず言えばそれはまあエンジニアのこの腕もありますけども本人の声というのが乗るようなう曲というのかな。 あと世界観日本に合わせていく努力をしたというのかなそのすべての結晶だと思いますでまあここにたどり着くとで2018年の最初にあった大イーストなんていうので僕はそれ成長すごく感じたんですねなんか3人になった時に痩せなかったしアルバムの曲の理解もしてるのか私努力してるのがかったでこれはまだまだ成長は続きます で当時の見た時に客層がベイのお客っていうよりもうちょっと若いファッション誌系の子たちっていうのかなこれ鈴木愛にも言えることなんですけどそういう子たちを入れられるようになったのも強かったのかもしれないですね。これがアイドルファンの中でやるとしたらすごく曲の世界と自分の努力したこととのついつまが合わないところがあったのかもしれない本人は多分アイドル好きだっただろうけどそれはまた最後にお話します。 で翌年みたいなところのライブはもうものすごく良くなってて現在のところではもう「エトセトラ」リリース以降っていうのはもうあの僕はピンククレスとしては全然見れるレベルに行ったと思いますまあこれはラップ大きく言えばラップですねラップがね今まで聞いたことない感じのふわっとした感じ甲高いところありでも か,わいいかっこいい小林光るスタイルっていう風に思っていただければこれがほぼほぼ正解だと思いますまあそんな感じですねでライブの時に見ていて成長を持った曲っていうのはまあハローのところカバーをやるんですね実際に去年みやとやった「ギスカーレットベリー」の曲ですねとかあと二兵とやった「恋は引っ張りだこ」あとソロで「勇気をください」っていうのをやっててまあこれまあまあ良かったんですよ なんか本人すごくなんか頑張ったんだろうね。それが伝わってきました。で頑張ってるやつはファンって応援したい心理じゃないですか。そこは全然つかめる魅力持ってると思います。ねじゃあまあまあそんな感じですよ。当たられたポジションをコツコツとこなし信頼を勝ち取ってきたっていうことによっての今の小林光蔵これができたと思います。ここまでが2つ目です。 ちょっと長くなっちゃってるんだけど、これ、小林光知らなかった人はちゃんとコンプリートできる内容にしてるんで、3つ目も付き合ってください。じゃあ3つ目行きましょう。では、現在どんな感じかってことです。で、ピンククレス。えっ、ー、と、現在ね、まあ、当然リリースイベントというところが、軒並み予定通りには行ってません。これで、YouTube チャンネルで、えっ、ー、と、まあ、最新のネットサイン会が2時間ちょっとかな、見れるんですよ。で、しかもこれ、この回いいのは、 本当は良くないんだけどミヤが体調不良で、えー、不参加なんですねなのでニ兵とヒカルの2人でやってんすよなのでこの2時間半っていうのはこの間のジュースの時と似たような形で個性と女の子同士の人隣を見るにはものすごいもってこいの2時間ちょいなってますでじゃあその辺はどんな形かって言っててピックアップできるところっていうのをいくつかあの残しておきましたで ヒカルとニヘの2人とも「綺麗可かわいい未来」っていう曲を本人たちの代表的になる曲だっていうふうに称してるんですねこれはやっぱり初期の頃に大きいステージでやらせてもらったであったりやっぱオリジナル曲もらってみんなでなんか手拍子やったり盛り上がれたのが嬉しかったんでしょうねそれは共有してるんだなってことが分かりましたで僕もあっち方面に行くのかなって最初思ったんでこれ言いたいこと分かりますところがこの系の曲はピンクはあんまりないんで なんかその辺が不思議な感じですけどまあハローでもありがちなパターンっちゃありがちなパターンっすよねそんな感じですよねでこのワン・フォーさっき言いました「オール・フォー・ワン・ワン・フォー・オール」を見ていて光が言ってて印象的だったのがやっぱり同じ子たち同じ年の子たちが活躍していると思ってすごく関心いったっていうんですよこれ「ベリキュー」とかの功績でかいなっていうところを改めて今の25歳世代ですか、まあ、光の場合も26になりましたけど そういういの改めて感じたなっていうふうなのを話の節々からやっぱり受け取れてるんですよね僕も僕すらもねこれは興味深かったですねでこのインターネットサイン会もそうですけど YouTube チャンネルに今結構頻繁にピンククレス上げてるんですよまあ他のグループも今はそういうふうなタイミングだと思いますけどでそれ拝見していて なんていうのかなライブってどうしてもイベントってどうしても物理的に人呼ばなきゃいけないですよねそうするとどうしてもハードル高いはずなんですよこれは興味がないとかいかないじゃなくて裏にね様々入っちゃってるから僕ピンク好きで行きたいけど裏にアンジュアンな裏にジュースんなってなるとビ容ンも、まあ、全部ですよこれ優先順位がどうしてもこれ腹打た仕方ないんですよ。 どうしても下になるんでで、すよで。ここで機械ロス僕もですし多くの方があるなというふうなのは仕方ない場所タイミングポストいろいろあると思いますなんだなっていうことを思ったんでここは今ネットの YouTube なんか見てもらったら面白いんじゃないかなと思うんで、えー、ピンククレスを知るたためめにみたいなおおすすす。も貼っておきます特に小林光が知れるっていうのは今日せっかく誕生日っていうテーマですからそれを優先して貼っておきますね それれ見ててくれたらって感じですまあこのご時世で言うとこの辺を見ていけば聞いていって見ていただければ小林光ってどんな26歳過ごすのかなっていうところは楽しめるんじゃないかなそんなこと思いましたでは最後まとめましょう、えー、と僕のの小林の印象です、えー、特徴的なのはやっぱ口元、えー、そしてピュアさ で少しシャイな子が頑張ってるんだなっていう可愛さですよねこれは全部あると思いますで音楽的なことでは成長中まだまだ伸びしろあるという風に見た方がいいと思いますそれはもう彼女流のやり方考え方ペースなのでそこは嫌いって言われちゃうとどうしようもないんですけど、まあ、僕は楽しめるそんな子だっていうことを言いたいんですね ね、じゃあ不思議さもあるブランドになるそんな26歳を目指してほしいという内容をお届けして皆さんと一緒に楽しもうっていう提案でございましたピンククレス小林カルちゃん、えー、こういったきっかけこういう時に時間があるよって方でもう国を言うんだからしょうがない一通り見てやろうと思いましたらお付き合いいただければ今日という日実うんアップするのはもう次の日になっちゃうと思うんですけど今日という月今月でおにしましょう。えー 一つ深みが増すんではないでしょうかそんな感じですくにょうでしたまたお会いしましょう長い時間いつもありがとうございますまたね